どうも、ピスピス工事です。ドレミ始まると思った？もう今日は共通テスト直前なので、もう絶対に、絶対にやらないです。さて、いよいよ共通テストが近づいてきましたね。僕から受験生に伝えたいことが2つあります。1つ目、自分を信じてください。ありきたりな言葉かもしれないけど、大事なことなので伝えます。これまで必死に勉強してきたのも自分。勉強しない言い訳をして、時には逃げ出しちゃったのも自分。それでも、やめずにまた勉強したのも自分。不安やプレッシャーに負けそうになりながらも、諦めなかったのも自分。何気なく過ごしてると忘れちゃうんだけど、自分っていうのはこれまで数えきれないほどの困難や不安に打ち勝ってきてるんだよね。そんな自分だからこそ、どんなことがあろうときっと乗り越えられます。自分の手で第一志望の合格をつかみ取り、人生を変えてきてください。2つ目、帰る場所はここにある。これも重要なことなので忘れないで。この先の試験がどんな結果になろうとも、君には帰る場所があります。それがこのピスピスチャンネルです。正直、試験が終わってから見た動画の中で、僕が発狂しているか真面目に話しているかは分からないです。ただ本当に辛い時に、この人なんでこんな叫んでんだろう、バカじゃないのって少しでも思ってもらえたら、なんていうのかな、発狂しがいがあります。なんてことは冗談で、もし思うような結果が出なくて落ち込んでしまいそうだったら、いつでも帰ってきてください。新しい動画も用意して待ってるから楽しみにしてね。それじゃあ、伝えたいことは伝えたので、最後に気合を入れましょう。どうした？そんなもんじゃねえだろ！冷静にね、緊張は絶対するものだから。みんながついてる！支えてくれた人を思い出して。ファイト！そこまでやったなら大丈夫。来年第一望に通う自分をイメージして。信じてるよ、みんなの合格を。一瞬記憶がないんだけど、寝不足かな。気を取り直して、共通テストを受ける受験生、自分を信じて頑張ろう。バイバイ。